水野忠盛慶長5年3月28日は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。はじめ中義、通称は、清六郎で、また、織部を称した。水野忠政の三男、または四男。兄弟には、信元、忠重、お代の宝羅がいる。建婚院にある忠盛の墓、水野氏はもともと、尾張国多郡小川城や狩野城を含む 北部及び三河国西部の壁海軍を広く支配する国人領主であった。当時、尾張、三河の国境付近は小田氏と今川氏がしのぎを削っており、その中で父の忠政は今川方についていたが、兄の信元が後を継いだ後、小田方となった。また、信元が家督を相続した時には小川城主となっている。以後、 兄と行動を共にしたと考えられるが、天正三年十二月に、信元が、無本の権利によって、織田信長に殺害された後、天正八年に、末程の忠重が再び、狩屋を与えられるまでの動向は不明である。天正八年に、忠重が、丘陵に服した際に忠盛は、小川城主となった。しかしその後、諸事情により小川城を退去したとされ、その時期や理由は不明。 なお、忠重は、信長の死後、織田信親や豊臣秀吉に仕えたが、忠盛がこれに従ったかは不明である。忠盛は、嫡男、忠元の所領であった、相模国沼目里に隠居し、慶長5年に76歳で死去した。墓所は、愛知県東浦町の建婚院。法名は、 テルミツイン連合総法神古じ。着難の忠元は、幼商から徳川秀忠に仕え、下宇佐山川藩主となり、その子孫は、三河岡崎藩、肥前唐津藩、出羽山形藩となった。天正三年十二月に、水野氏の当主であった信元が殺害された後も、その給料は、水野氏が支配していたとされる。また、信元の弟で忠盛の兄である。 ただし分は、織田信長に従い、天正六年十二月の有岡城の戦いで、討ち死にしている。その後、この水野領は、誰が支配したのかは、今のところわかっていない。天正九年一月信長は、後天神城攻めの援軍を、この信忠に命じているが、この際に、おの城門戸や佐治や、当時徳川氏に仕えていた刈谷城主、水野忠重のほか、 水野剣持が出陣したとされる。一方でこの時に出陣したのは、狩谷州、小川州、王の州とされる。また、天正13年の小牧、長久手の戦いにおいて、徳川家康は、小川先方州の水野文庁に、本領安堵と出兵を命ずる文書を出しており、正しげの小川領への支配は否定されている。このため、家忠日記の記述のように援軍に、 小川衆が出陣していたならば、忠重以外の人物が率いたことになる。また、常波水野氏の水野兼持森高、出身不死と忠盛の子、兼持忠元出身不死が混同されていた経緯もあり、この時出陣した信長後期が言うところの水野兼持とは、忠盛のことではないかと考えられ、信元死後は、小川領を支配していたと思われる。 また、小川を退去した時期については、天正14年11月20日に、水野清六の同行が記述されており、この人物を、忠盛と推測され、この時すでに、小川の地を去り、家康が居城していた寸布城下に屋敷を構えていたのではないかとしている。こうしたことから、忠盛が小川を退去した時期は、天正13年冬以降であり、その理由は、 正しげの秀吉への心中に反対したことであると、される。ありがとうございます。